はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15やっていこう。前回は基地制圧、前方に見えてるあの基地に帝国を捕らえに、ジャレットの仇を討つために行って捕まえたんだけど、あっさり逃げられちゃって、で、そこで敵の帝国のアラネア准将という竜騎士っぽい人が、女性の竜騎士っぽい人が出てきたんだけど、定時だから帰るって言って帰っちゃって、で、まあ改めてカイムの岬に向かうって言ったところなんだけど、パーティーにイリスが参加してて、まあ、体力158ってめちゃめちゃ少ないんだけど、ケアルとかね、その辺の味方のサポートをね、戦闘してみたらやってくれてね、ちょっとね、一緒にこれから戦闘できる機会があるか分かんないからね、ちょっと一緒に戦闘をねしたいから、ちょっとね、また寄り道、まあ寄り道もあんまりできないから、ちょっと寄り道をさせてほしい。オールドレスタにようこそ。うちへは料理を食べに、それともどこかに行く途中かな。ちょっとじゃあサブクエストを受けてみよう。そいつにするんだな。これゼリーだから、夜間だから夜まで待つ。お気をつけて。はい、実はここ取れない、クローズネストの本店だそうで、パラメーターアップがね、すごい高いね、料理が一品だけあるんだけど、それまあイグニスパクったんだけど、材料がちょっと貴重で、めったに作れなくて。で、2キロ先ね。今、車乗っちゃうともう、クエストが始まっちゃうんで、で、てっきりその、船乗る場所が、ガーディナーだと思ってたんだけど、今、封鎖されててガーディナーの方に行けなくて、そしてこのカイムだっけな。うん、多分この辺に行くと思うんだよな。まあだからチョコボを乗って、あ、チョコボない、レンタル。でチョコボなんだけど、頼むな。一行たちのチョコボのね、色は今まだカスタムして変えてないんだけど、イリスだけでね、ピンクっていうね、可愛らしいね。もうこのままずっと5人パーティーならいいのにな。この4人男パーティー、花がなさすぎるから、1人でも女性がいてくれるといいんだけど。じゃあゼリー倒しに行こう。ここは気持ちいいな。そうだな、気持ちいいだと。鉄巨人が後ろから湧いてたけど、それさあ、ちょっと遠かったけど付近まで来た。ゼリーならもう道中の道で何回も出たんだけどな。これこっちか。なんかもう道という道もなくて真っ暗でよく見えないんだけど、あ、近いな。ありがとな。お疲れさん。おった、サンダーサンダー。あ、終わった。かっこよかったよ、ノクト。かっこいい。イリスのちょっと小技が見たくてこれ受けたのに、一瞬で終わってしまった。あのイリスはあのモーグリをね、突然ぶん投げたりするんだけど、それがやりたかったのにな。帰るか。よし、じゃあ こっちやろう。こっち。もう今のレベルなら倒せるでしょ。マップシフト。あ、捕まっちゃった。捕まったけどそんなに減らない。こいつに最初出くわした時かなりね、恐怖だったけど。イリス、強い強い。今の初めて見たけど全然強い。兄弟技みたいの繰り出した。お疲れ様。お前は大丈夫か。うん、みんなのおかげでね。マジでこのままずっとパーティーいればいいのに。
よし、じゃあ帰ろう。さて、ゼリーの方はあっさりと倒しちゃったから、報酬くれくれ。おかえり。ケニーも待ってたよ。ご苦労様。この辺のレベル高めのクエストだとね、結構ギルももらえて美味しい。せっかく来たんだ、ゆっくりしていってくれ。さあ、そうゆっくりもしてられないから、とりあえず朝にして、朝にして、改めて岬に向かおう。よし、レガリアを修理したいんだけど、今ハンマーヘッドにも行けないから、なんか嫌だけどこれで、動かそう。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。いやボロボロ。それじゃあ出発。2キロ。すっきりしねえな。相手の力を知れただけでも良しとしておこう。ロキってやつはそんなじゃなかったのに。あの時はコル将軍が仲間にいたからな。今回向いたら違ったのかな。もう一度手合わせ願いてえな。制圧した基地。そうな気がする。もしやここが話に聞いたマルマレームの森か。探し物が見つかるかもしれねえな。また寄り道っていうか、ここさっきゼリー倒すためにチョコボで寄ったところなんだけど、寄り道しちゃう。パーキング着いたかな。来ちゃったけど、シドとシドにそんなに待たしていいの。来ちゃったものは仕方がない。そういえばたまにチョコボがね、人乗せて走ってるの見かけるな。ねえチョコボってもう乗った？私乗ってみたいな。お、じゃあ乗ろうよ。ノクト、チョコボを呼べるか。もう以前に何度か乗ってるんだけど、イリスも乗ってんだけどな。よろしく。ピンクね。じゃあ上行こう。あそこ本当にさっき行ったぞ。さあ、こっから先の参道には進んでないんだけど、こういう森に限って墓所があったりすんのか。それ。あ、ダンジョンある。濃いな。やっほー、爽快だな。ノクトも叫んでみなって。自分だけでやってろよ。お疲れさん。騒がしいやつだな、プロンプト。こっから先はどこだ。すでに若干切りかかってるけど、行ってみるか。ああ、注意を怠るなよ。何が住み着いているかわかんねえからな。マンドレイク。先制攻撃。容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。お、剣が有効。受けてみろ。オッケー。よし、完璧。かっこよかったよ、ノクタ。ハサミ？カニの。森か。
変な虫いたらやだな。ほら。よし、戦ってこい。いや、それだけ行くとかないでしょ。これだ。ファントムソードをどんどん乱用するよ。あ、でイリスが回復してくれた。ここで戦闘になるならクエスト受けなくてよかったな。サブクエストで今剣を拾った。サンダーボルト、これはグラディオが持つとどうだろう。あ、いい、これグラディオ。あと 260m。 なんか珍しそうなものありそう。はえよ、入ったばっかだろ。そう簡単には見つかりっこねえだろ。真面目に探せ。アイテム。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。キノコ串ね。モンスターいる。虫ばっかだ。いた。油断したら僕だ。これで決めよう。よし。虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。あ、キノコ全部拾ってこう。うん。あ、キノコじゃないものもある。ん、なんかあった？ない。ん？水の音がする。川が地形みてえだな。マジか？魚いねえかな。でかい釣りマニア。釣ってる暇ないか？釣りマニアノクト。の割にはあんまりレベル上げてないんだよな、釣りの。さてどうする？俺一人でもやれそうじゃない？ちょっと離れて。サンダー。あ、ノクトが正気を失ってる。混乱ステータスか。あ、イリス。私は元気。ノクトは？そっか、俺も全然平気。イリスの体力ちょっと危なかった。パワーシザー。ほら。あれ、海鮮料理好きじゃなかったのか。やっだけでかいかもしれない。そこか。オッケー。でも肉はちゃんと持ってく。皮だ。上流に行きたいとこだけど、下流、あ、下流は行けないのか。いや、行けんのか。でも俺行ったら戻れなさそうなんだけど。で、これシルベか。これ着いたぞ。そうだ、まあシルベで一旦キャンプしたら戻ってこれるんだけど、まあとりあえず上流向かうか。気をつけろ、流れが急で滑りそうだぞ。あっ、この靴滑るかも。むやみに突っ込むんじゃねえぞ。ほら、どうだ。ナクト、これ。お、回復。ありがとうな。はい。危ない。いや。この斧はもうクラッシュに最適すぎる。もう一丁。あ、毒。毒消し。モンスター多いな。一旦回復。集合しろ。おい、あ、グラディオが混乱状態。グラディオ混乱。グラディオ混乱したら変な声上げるんだよな。お前さっきまでパニックしてたろ。
OK。 お疲れ様。お前は大丈夫か？うん、みんなのおかげでね。ちょっとイグニス喘いでんだけど。治るそのうち。ちょっとイグニス治った？まだまだ上流がありそうなんだけど、魔法作っちゃおう。魔法は作ってエレメントが結構ね集まるようになってきたから使っちゃおう。で、人の手も全く加えられていない自然な川だ。こっち側なんかある？なんもない。さあこっちね。あ、上登れる。あー冷た。あー冷た。滝に打たれる修行でもしてった方がいい。こっちに道が続いてんな。とっとと先に進もうぜ。話が切れた。いきなりここ狭。この先は気ぃつけた方が良さそうだな。そうだな。嫌な予感。あー嫌な予感は当たってる。でっかいのいる。サンダー準備。お、開けたとこに出ましたか。何か嫌がるな。天気悪くなってきたし。よし、畳みかける。やっぱしてた。墓所ある奥に。お約束ってか。望むところで。行くぞ。サンダースナッチ。お、サンダー有効。パリ。あ。タイミングが合わなかった。合ってる。パリがちょっと違った。ファントムソード。メガネ無事だ。心配ない。よし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 。あ、イリスがピンチ。ファントムリンク、一旦回復だ。仕切り直しだ。さあもう一回魔法。みんなにもヒット。よし、あとちょい。あ、イリスは絶対死なないんだ。よし、案の定墓所もあった。いや、こんなエリアあったんだ。ちょっと待って。焼肉食べたい。かっこよかったよ、ノクト。待って、みんな泥だらけだ。プロンプトが一番ひでえ。髪の毛が。いやいやいや。あれは。見てみろ。おお、あったじゃん、お宝。お宝なんだけどさ。実はこういうところ周りにもお宝があったりしそうな気がするんだけど、ないね。入ろう。西王の墓所。さあどんな剣か。やったじゃねえか。苦労してびしょびしょになったかい。あったね。槍かと思ったら杖だった。魔法と書いてみる。どんな武器だ。魔法特化だな。
まあずっと持っててもあれだからまずは使ってみないと。あ、さあ晴れてきた。一旦下流の方まで戻って、あのシルベでテント張ろうか。よし戻ってきた。さあテント張ろう。夕飯の支度をしなくてはな。私手伝うよ。パーティーにいてほしいな、ずっと。ケレブラムのシルベ。さてキノコ料理をひらめいたんだけど、あ、こんなすげえレシピもね今作れるんだけど、アメリカンバーガーっぽい。これだね。ん？これじゃない。小籠包。あ、これだ。キノコ串。ステータス維持をほぼ防ぐ。これから戦闘になるか分かんないけど。いただこう。キノコ串。滝の音がする。さあノクトだけレベルアップ。あ、イグニス、あ、プロンプトマックスレベルもしかして。でイグニスもレベルアップしてラザーニャ・アルフォルノ取得。自分も写真に写るようになる。すごい。ん？心霊写真。え、心霊写真ってどれのことだろう。これは泥だらけのイリスの後ろ姿だけど。兄弟写真。え、心霊写真。すごい。決まってるな。すごいしか言わねえ。え、ちょっと後でじっくり見よう。さてと、じゃ出発しよう。うん。ここ早朝暗いな。ちょっとね、じゃあ下流の方行ってみよう。こっから下には進めないよ。ていうか落ちるから無理。上流に進むしかなさそうだな。うわ、確実にパンツ濡れた。なんもなかった。パンツどころの騒ぎじゃねえし。服が重いな。なんもなかった。なんかあるかと思ったら。なんだよ。戻る。ちょっとじゃあパワーシザーがいたから杖使ってみよう。あ、槍じゃんほとんど。パラメーターは魔法がアップしてるけどほとんど槍だった使い方。パリー、ありがとうな。みんなお疲れ。行こうぜ。よし、じゃあ今回ここまでにしようか。寄り道の寄り道の寄り道を繰り返しているここのところだけど、今度こそね、彼らがまた何か見つけない限り改めてカイムの岬に向かうとしよう。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。